そんな神妙な顔してどうしました？米がないのよ。米？なんか米不足らしくてどこに行っても売ってないの。どこか売ってる場所見かけたら買っておいて。ああ、行きつけの業数の米売り場がなくなったのはそういうことでしたか。いつもだったらカリフォルニア米とか台湾米みたいなのが売れ残ってるんですが、それもなくなっちゃったってことなんですね。話は聞かせてもらったわ。何ですか？米がないと嘆く声が聞こえたわよ。まあ、それはそうなんですけど。米がないなら小麦粉を食べればいいじゃない。唐突に壁ぶち破ってマリーアントワネットみたいなこと言わないでもらえます？でもまあ、そうならざるを得ないわね。それじゃ、フラワーマスターの相手は任せたわね。壁の修理代は後で請求するから。主食としての小麦粉ですか？中国じゃ割と一般的なんじゃないの？そうですね。有名な言葉にナンニーペイメンって言葉がありまして。中国南部では米が、北部では麺が主食って意味ね。そう。この麺は小麦粉のことを意味しています。麺料理限定ってわけじゃないのね。この言葉が指すように、中国の北の方では小麦粉で作った料理が主食として食べられています。特に小麦粉食文化が強いのは陝西省とか山西省のあたりですかね。このあたりの地域は基本的に気温が低くて降水量が少ないんですよ。米の生育には潤沢な水とある程度の高温が必要なので、米が育たないんです。ただ、その乾燥した低温環境は麦の生育には適しているのね。はい。そのため、そういう地域では小麦が主食にされるんですね。ヨーロッパも似たような気候だから、麦食文化が発達したんでしょうね。そして、小麦粉は調理法の幅がめちゃくちゃ広いので、中国にはものすごい数の小麦粉料理があるんですよ。そういえば、気温の低さとかで見ると九満州のあたりが一番北なんじゃない？このあたりは小麦食文化強くないのね。ええ、東北地方は降水量が多くて米が育つんですよ。ただ、文化圏は麦食文化の地域なので麦食にも抵抗がなく両方食べられる例外地域です。アジア人は米が育つ場所では米を主食に従う傾向があるわね。それで、今回は小麦粉で何を作るのかしら？そうですね。主食として食べる前提の小麦粉料理ですから基本中の基本でいきましょう。マントウです。マントウ？簡体字なのでこうなってますが、繁体字に直すとこうなります。ああ、まんじゅう。小麦粉を主食にしている地方だけでなく、中国全土で食べられている基本料理ですね。具が入っていない皮だけのものをマントウ、肉まんみたいに具を包んだものはバオズと呼び分けます。字を見てわかる通り、日本のまんじゅうももともとは中国のまんとうが室町時代に伝わったものです。今回は簡単に作れて食べやすい、乳内まんとうを作りましょう。牛乳まんじゅうね。そういえば、このまんじゅうってなんで頭って字が入るのかしら？ああ、人の頭ですよ。そうなの？はい。もともとは生首だったと言われています。いや、さすがにその説明はぶっ飛びすぎじゃないかしら？ははは。それじゃ、マントウの歴史を簡単に紹介いたしましょう。諸説ありますので、ロマンを感じる説を紹介しますので、あしからずご了承くださいね。時は漢の時代、蜀の国が南方に進軍し、制圧した帰路のことです。軍が露水という地に差し掛かった時、大きな川の狂乱にぶち当たって足止めを食らいます。聞けば、川に住む神が荒ぶっているのが原因ということで、これを鎮めるには儀式が必要とのこと。軍師が儀式に必要な物品を尋ねると、生贄として49人の生首と、黒牛、白羊が必要でござる。と伝えられます。蜀の軍はこの時南方で戦争をした後で、敵味方含めて多数の死者を出したばかりです。軍師はこれ以上人が犠牲になることを嫌い、別の方法はないかと考えました。それでは、小麦粉を練って皮を作り、中に牛と羊の肉を詰めて首の代わりにできないか？そう考えて生首の代わりに小麦粉の皮で肉を包んだものを作り、それを使って儀式を行うことにしました。結構無理やりな代用ね。それで儀式を行ったところ、無事に川の狂乱は止んで軍は食に変えることができたということです。この時に生首の代わりに使われたから饅頭なのね。饅っていうのは食べ物を意味しています。食べ物で作った生首の代用品だから饅頭。または、蛮族の首を意味する饅頭が同じ音で食べ物を意味する饅頭になったとも言われますね。ちなみにこの話を聞いてピンとくる方もいらっしゃるかもしれません。有名な話なの？これ、三国志演義の一幕なんですよ。あ、あの三国志？はい。ということは、この話の蜀の軍師というのは、諸葛孔明その人です。どえらい有名人が出てきたじゃないの。でも、三国志演義ってことはある程度フィクションなんじゃないの？この話に関しては失点があるっぽいので、結構信憑性があるんですよ。まあ、いつも通り諸説あり、ロマン第一です。ここまで古い情報ってなると、そもそもどこまで正しいのかわからないものね。それでは、材料です。中力粉 200g、牛乳 120cc、砂糖大さじ1、ドライイースト 3g、菜種油大さじ1、以上です。材料はすごくシンプルね。主食として食べる場合、ある程度シンプルじゃないと続かないんですよ。今回は水分に牛乳を使用していますが、これは別に水でも大丈夫です。た
ただ、水で作った場合は味がすごく淡白になりますので食べ慣れない方は牛乳推奨ですね。ベーキングパウダーとかは入れないのね。具材を入れないマントーだと、ベーキングパウダーは別に入れなくていいかなって感じです。具材を入れて肉まんとかにする場合、ベーキングパウダーを入れた方が生地の立ち上がりが良くなりますね。目的によって変わる感じなのね。まあ、この生地でも具材包んで何の問題もないですけどね。それでは、作っていきましょう。ボウルに材料を全部入れて混ぜます。最初にイーストだけ溶かしたりしないのね。今回は極力シンプルな作り方でいきます。古いドライイーストとかで酵母が弱ってる場合とかは予備発酵した方がいいですね。買ってきたばかりのドライイーストならこの方法で問題ないのね。全体に水分が行き渡るとこんな感じにまとまってきます。ボウルの側面とかについてる粉も極力生地でこすり取ってきれいにしてくださいね。ベタつかずにきれいにまとまるものね。今回は小麦粉1に対し水分を 0.6 の割合で混ぜています。これより水分を多くしてしまうとベタつきますし、少ないと仕上がりがバサバサになります。粉と水分はきっちり測って作らないとダメよ。生地がしっかりまとまったら3分くらいそのまま置いておきます。水分をなじませるのね。あまりイメージないかもしれませんが、小麦粉はスルメとか干し椎茸と同じ区間物です。水分を加えて混ぜると一旦まとまるけど、この状態はまだ粉の表面にだけ水分がついた状態ね。この状態だとまだ戻りきっていないので、生地が粗くて硬いんですね。ここでしばらく置くことで、粉の中心まで水分が染み込みます。明らかに生地が滑らかになってこねやすくなるので重要ですよ。3分くらい置いたら、台に打ち粉をしてこね始めます。こね方のコツは、手首の根元で生地を前に押し出して戻す感じ。生地が伸びてきたら適当にまとめ直して繰り返します。これはグルテンを形成させる工程よ。小麦粉の中にはグルテニンとグリアジンという2種類のタンパク質が含まれているわ。この2つのタンパク質に水分と外力を加えると、分子が絡み合って網状になるの。これがグルテンよ。グルテンは網状の構造なのでよく伸びて、中の空気や水分を閉じ込める性質があるんですよ。パンの内側がふわふわになるのも、うどんの麺にコシが出るのもグルテンのおかげね。グルテンがしっかり形成されると、このように生地の表面が滑らかになります。こね始めと比べるとわかりやすいわね。ちょっと伸ばしてみると、こんな感じに薄く伸ばせます。グルテンの形成が甘いと途中でボロボロにちぎれるので、一つの目安にしてくださいね。こね終わったらラップをして40分ほど発酵させます。40分後。だいたい 1.5 倍から2倍に膨らんだら発酵完了です。真ん中に指を突き立ててみて、生地の弾力で穴が塞がらなかったら完了って見方もあるわね。発酵が終わったら、一旦生地を潰してガスを抜きます。成形していきましょう。と言っても、正直難しいことはしないでも大丈夫です。そうなの？具材を詰めるわけではないので、正直このまま適当に伸ばして切るだけでも十分です。ただ、ちょっと見た目というか食感を軽くするために一回伸ばして巻き取って棒状にします。これで断面がロールパンみたいになるのね。手頃な大きさに切ったら、下に切ったクッキングシートやアルミホイルを敷いてせいろに並べます。せいろに並べたら、10分ほど二次発酵。ちょっとその間にバオズも作っときましょうか。二次発酵が終わったら蒸していきます。せいろから蒸気が上がったら10分程度蒸していきましょう。1分後。10分経ったら火を止め、せいろの蓋を軽く開けて5分ほど蒸気を逃がして出来上がりです。菜箸挟むのね。ちょっと開けとくのにちょうどいいんですよ。いきなり全開にしたりするとマントーの表面が荒れる原因になりますし、高温の蒸気が吹き出すので危険です。具なしの中華まん、マントーです。ふわふわに仕上がってるわね。素朴な味ね。小麦粉の香りとイーストで発酵した香りが優しいわ。味付け自体は少し砂糖が入っている程度なので、ほんのり甘いくらいの味になります。これ、具がないけどどうやって食べるものなの？適当なおかずをつまみながら食べてもいいですし、切れ目を入れておかずを挟んでもいいです。これ、何挟んだの？ニラのホイコーローです。そっか。中国のホイコーローってこういう感じだったわね。ホイコーローの油が染み込むとまた美味しいんですよ。他にも何か挟んで美味しいおかずとかあるのかしら？定番は角煮ですかね。これに角煮挟んだらロージャーモーになります。俗に角煮マンって呼ばれるやつね。他にもニラ玉とかシャオチャオローとか、ご飯に合うものは大体合いますよ。ただ、ちょっとこれだけは言っておきたいわ。なんでしょ？ホイコーローはご飯で食べたい。あ、はい。